あたらたたた、あっち向いてほいってわけで皆さんおはようございます。しらすさんのサブチャンネルです。イエーイ。前回のゲイです。ゲイに聞きたいことありますかっていう可愛い動画見てくれましたか？カミングアウト動画見てくれました。おしろさんはゲイでしたっていうところなんですけれども、知ってたよね。ごめんね、サブちゃんの民の皆様よ。それは知ってると思うんですけど、まあそういう動画を前回出したんですよ。そしたらさ、なんか意外にもさ、今10日目ぐらいかな出して、なんか20万再生とかされて、サブちゃんでそんなにさ、再生してもらえることないからさ、おしろさんがベラベラさ、ただ下ネタ言ってるだけだからさ、サブちゃんってちょっと違うんですけど、まあだからそうやって、そういう動画がこうなんか興味を持ってもらえてすごい嬉しいなと思ったので、まあちょっと今日はそれに関連して、おしろさんの元彼について話していきまーすというような動画にしたいと思います。興味ありますかね？興味ありますよね？クリックしてくれたんだもんね。元彼について話しますみたいなね。なんですけど、まあなんかさ、ちょっと直近一人二人の元彼とかだとさ、ちょっと波紋を呼んでしまう可能性があるので相手の気持ちとかもあるからさ、ちょっと一人二人、もうここ最近のね、最近のお付き合いしてくれた素敵な殿方たちの話は一回置いておいて、今日はもう本当にめっちゃ昔の男の話を聞いてってくださいな。これぞサブちゃんって感じのね、本当にくだらない動画になる予感が満帆なんですけど、これお水ね、普通に。そうなんですよ。時は、何年だろう ?11 年とかかな。おしろさんが大学生の時の男の話、元彼の話を今日はさせていただきたいと思います。ご清聴くださいませ。なんかさ、まあ、いろんな方とこう、お付き合いさせていただいたりとかって、あったんですけど、ありがたいことに、まあ、今フリーなんでよろしくお願いしますね。で、なんかさ、そのゲイの恋愛って、ちょっとここで皆さんに聞いてほしいんですけど、まあ、出会いが難しいんですよ。恋愛ってさ、ただでさえさ、出会い難しいじゃないですか。どうですか皆様。なんか出会いがないとかって言うじゃん。ゲイなんてもっと出会いないからね。だってさ、ゲイってさ、ゲイっていうか LGBT って人口の 5% とかって言われとるやん。20人に1人 LGBT でしょ。で、そのうちでさ、こうなんか、ゲイって言うとさ、さらに減るわけじゃん。で、しかもその中からさ、全員が全員カミングアウトしてさ、私はゲイですって言ってるわけじゃないからさ、ゲイかどうかわかんないわけよ。ってなるとさ、分母って本当に少なくて、その分母同士でこう恋愛をしなきゃいけないから、恋愛をしなきゃいけないとか恋愛をするからさ、マジで本当大変なのね、その出会いっていうのが。そうなんですよ。だからさ、マッチングアプリとか、で、まあゲイ専用のマッチングアプリとか、そういう新宿2丁目とかで、こう、飲みながら出会うとかさ、そういうぐらいしかさ、方法がないんですよ。なかなかそう、だからさ、オレンジデイズみたいなさ、高校で部活の先輩後輩とかさ、大学のサークルの友達とかさ、クラスが一緒とかさ、そういうのないんですよ。私たちないの。なかなかなくてさ、同じコミュニティで恋愛するみたいなってことがね。で、結構初めましてから恋愛が多いんですけど、まあ別にいいんですけど、そういう恋愛でも、そういう恋愛が悪いって言ったわけじゃないんですけど、なでしこどこ行ったのかな。そう。そんなゲイたちの中で、私はゲイなんですけど、唯一久々にというか、唯一そのコミュニティ恋愛だったの。その私の大学4年の時の元彼が、はい、じゃあ起承転結のキーこれからいきますね。話長くなりそうだな、これ。なんか、おしろさんはアカペラやってたんですけど、アカペラってわかりますか？ドゥーワ、ドゥーワみたいな、ちょっとそのなんか楽器を使わないで歌う音楽やってたんですけど、そう。で、相手もアカペラをやってた子だったんですね。で、あんま特定されるとかわいそうだからさ、ちょっとなんか本当ぼやかしながら行く、ぼやかしながらというかちょっといろいろ脚色しながら行くけど、まあ本筋は嘘つかないんで聞いててください。それで、向こうもアカペラをやっていて、同級生だったんですけど、まあ、おしろさんも言ってなかったの。ゲイですって言ってなかったから、別にみんなの前で、さあゲイが歌いますとかって言ってないからさ、今と違って。で、向こうもそう隠してたのね。隠してたんですよ。なでちゃん。おいでよ。ご挨拶しなよ。なでちゃん。ごめんね、ちょっと。びっくりしたね。なでちゃんです。ここ見て。はい、なでちゃんです。で、何の話でした？ああ、そうですね。相手も隠してたんですよ。で、まあ、可愛いなと思ってたし、ちょっとゲイっぽいけどな、どうなんだろうなと思ってたぐらいだったんですけど、そう、同じ学校とかじゃないのね、全然。そう。で、だったんですけど、ある日さ、まあ、ゲイ専用のマッチングアプリがあるんですけど、あるの、世の中にはそういうのが。で、そこでさ、こう見つけて、その子を、やっぱゲイだったんだ、みたいな。あげってなって。で、なんかちょっと忘れちゃったんですけど、確か、このみんなの飲み会の時、コミュニティ被ってたからさ、みんなで20人ぐらいでこう飲んでる時に、そっと、
で、見つけちゃったって言って急にさ、こうちっちゃい声でね、ちっちゃい声で本人にだけ聞こえるように見つけちゃったとかつって、えとかつってめっちゃびっくりしちゃって、でもそこからだんだん仲良くな、仲良くなってっていうか、もともと仲良かったんですけど、全然もともとお互い仲良かったんだけど、二人で遊ぶようにとかになって、二人で飲み行ったりとか、なんかバレないように生きるの大変だよねとかさ、お互いさ、やっぱ悩みを相談できる相手も全然いなかったからさ、お互いのこうそうやって秘密にして生きてるのを悩みの相談だったりとかしていくうちに、もうちょっとずつ仲良くなって付き合ったんですもう忘れちゃった、10年前のことなんだ。もうどうしたんだっけな。なんかでも最初告ってくれて、向こうがなんかおしらさん付き合ってよみたいな、おしらさんって呼ばれてないけどね、10年前白石って言うんですけど、白石付き合ってよみたいな、付き合おうよみたいな言われたんだけど、なんか一回保留にしたのか覚えてるのね。なんで保留にしたかもう全然覚えてないんだけど、じゃあ話すなよな、動画でなって思うんですけど、そうね、でなんか一回保留にしたのね、それだけは覚えてる。一回保留にして、好きだったんだよ。好きだったんだけど、なんかコミュニティ被ってるし、とか、なんか、可愛いけど、どうしようってなって、一回保留にしちゃったんですけど、結局なんかその一週間ぐらい多分、俺から付き合ってくださいって言って、付き合ってもらって、たんですね。それが大学4年生の冬とかかな、冬とかぐらいで、そう。うん、さ、そう、お互いゲイって言ってないし、うちらが付き合ったっていうのは、その共通の友達、何十人、何百人っているんですけど、漏らずにね、めっちゃコミュニティ広いから、そのアカペラのコミュニティって、いっぱい共通の知り合いるんですけど、誰にも言わずに、めっちゃ秘密にして、過ごしてたのね。そうなの。だからさ、二人でさ、なんか、うちらはこのアカペラ界のビッグカップルや、秘密やけどとかつって、めっちゃ秘密にしてさ、こう、会ってたりとかしてたからさ、で、みんなとこう、さあ、一緒に遊んでる時もさ、なんか、この秘密感ってすごい超楽しかった、本当に。秘密にしてここ付き合ってるみたいなさ、誰も知らないみたいなってめっちゃ楽しくてさ、だったなーっていうのは、があって、でもなんかそのなんか喧嘩したこととかもあるんですけど、なんで喧嘩したかっていうと、これもなんかやっぱさ、このゲイっていうさ、独特のさ、こう性質が関係してて、なんか、誰に付き合ったっていうかって、すごく繊細な問題じゃないですか。で、おしらさんも、こう、誰にもカミングアウトしてないわけじゃなくて、二人ぐらいカミングアウトしたんですよ、その時点で。大学4年生の時点で、まあ二人か三人かぐらい、女友達にカミングアウトしてて、で、その相手、私の元彼も、何人か、本当に何人かにだけカミングアウトしてて、で、なんか、付き合ったって誰かに報告するとき、で、つまりさ、お互いのセクシャリティがバレるわけじゃないですか。ねえねえ聞いてよ、付き合ったの誰々とって言った瞬間さ、こっちがゲイっていうのがバレちゃうじゃん。で、それは俺もそう。向こうがさ、で、おしらと付き合ったのってさ、おしらがゲイってバレちゃうじゃないですか。そんな隠してたからさ、なんで隠したんだろうね、普通にね。そう。だからさ、でもそれで、ね、なんか向こうが、俺がなんか嫌いな人かなんかにね、なんか、なんだっけ、それも忘れちゃったんだ。ごめんなさい。この忘れちゃった話をさ、サブチャンでするっていう、ほんと申し訳ないんですけど、まあ、なんかそういうのがあって、怒ったの、俺が。なんでそいつに言ったみたいな。俺嫌いなの知っとるやろみたいな感じで、ちょっとなんか理由が嫌いだったかどうか忘れちゃったんですけど、もうなんかそんな感じで、の喧嘩とかはあった。なんで俺のことバラしたんみたいな。ごめん、とかって言って、喧嘩して仲直りしてましたけどね。とかさ、なんか、おしらさん結構アカペラ頑張ってたから、例えば遠征とか、遠征って、その、ずっとあの関東の住まいなんですけど、例えば大阪でライブあるとかっていう時に、一緒に来てくれて、ライブ見に来てくれたりとか、そう。でさ、ライブの前日にね、前乗りしたことがあって、一緒に前乗りしたんですよ。前乗りして、関西、大阪でライブの時かな、京都かな、で前乗りしたんですけど、UFJ にどうしても行きたいと。おしらもその元彼も、UFJ に行きたい。UFJ! それは銀行ですね。UFJ です。ユニバーサルスタジオジャパンでございます。今日なんかさ、停電でさ、A じゃないか上で止まってたの、ほんと絶望だよね。ほんとに。A じゃないかじゃないか、バックドロップか。バックドロップ止まってて可哀想だったねっていう話なんですけど、その USJ で、に行きたいんだけど、その大会の次の日は予定があってダメだったから、大会の前日に行こうってなったんだけどさ、遊園地って声枯れるじゃん、声出しすぎて。でさ、なんか次の日歌わなきゃいけなかったから、そのライブというか大会というかで。だったから、前日に行ったんだけど、二人で、もう俺は一言も喋んないみたいな、もうマスク20ぐらいにして、もうジェットコースターとか乗せて、もうイエーイとかって言わずに、ちょっとノーリアクションで絶対叫ばないようにして、
なんかやってた。優しかった、そんなだって、いいよ、喋んないで、とかって言って、喋んないでいいよ、とかって言ってくれてさ、した歌のこと考えて、とかっつって、めっちゃいいやつやな、と思って、とかってまああったんですけど、まあ別れたよね、いつかね、いつかは別れるじゃないですか、人間って。でもなんかそんな感じですごい楽しかったんですけど、大学卒業して、お互いやっぱりこう、社会人になった時に、向こうがめっちゃ忙しくなっちゃって、本当に忙しくて、で、なんか、まあ俺もさ、ボイストレーナーなりたてだったし、めっちゃ大変だった時期なんですけど、なりたての時期って。お金もなかったし、でもなんか向こうが忙しすぎて、俺が休みの日とかに、ちょっと家遠かったんですけど、会いに行ったりとかしたんですけど、それでなんか、本当になんかね、40連勤とか50連勤とか、そういうレベルで向こうが忙しくて、で、久々に休みってなったの。もう土日もずっと仕事だったんですけど、そのなんか50連勤目かなんかで、やっと1日休みが取れるってなった時に、なんか、じゃあ会おうって言って、じゃあ会おうねみたいになってて、まあ2人でデートするやん、50日。50日ぐらいさ、もうまるなんか夜とかは会えてたけど、夜さ、仕事終わりとかに行ったりとかしたけどさ、なんかまるまる1日休みっていうか、本当に50ね、の卒業して以来とかだったからさ、久々にこう約束したんですけど、ここから聞いてくださいよ、皆さん。今日聞いて。なんでそしたら、なんか、直前になって、友達呼んでいいって言い始めて、うわってなって。共通の友達が死ぬほどいっぱいいるわけよ。ここはめちゃめちゃ共通の友達がいて、もちろんさ、全員仲、俺も仲いいし、でその子もさ、もう50連勤とかしてさ、もう病んでてさ、なんか、俺にも会いたいと思ってくれてるだろうけど、まあ、友達にも会いたいじゃん、普通に。友達にもさ、久々の休みだからさ、会いたいと思ってたみたいで、なんか一緒にでもいいとかって言われて、その、おしらとデートじゃなくて、友達も呼んでみんなでワイワイする、飲みたいみたいな感じだったんだけど、なんかそこで俺がもうプチッと来ちゃって、あ心狭い。ごめんなさい。なんでデートじゃないのみたいな。なんこっちは何ヶ月待つと思ってんだ、もう死ねみたいになって。まあ、死ねって言ってないけど多分、言ってたらごめんなさい。だって、なんかもうちょっと、で、もうこれからもずっと忙しいっていうのが確定してて、もう会えないと。そんなに頻繁に会えないし、休みの日だからってさ、やっぱり、こう全部二人の日にするわけにいかないじゃん。だって、せっかくのさ、何ヶ月かに一回休み、友達に会いたいじゃん。私も気持ちは今だったらわかるんだけどさ、でもそれがなんか悲しすぎて別れた。以上でーす。起承転結の結まで行きました、今。でもなんかまあ後日談としては、まあ別れたんですけど、でまあ最初ガチ気まずくて1年ぐらいは連絡取ってなかったんだけど、なんかね、その後向こうがお店をやり始めて、飲み屋さんをやり始めたんですね。で飲み屋さんをやり始めて、でなんかその店とかにも行くようになって、よく遊びに行ってたんですけど、よく行くようになって、まあそこからまあ仲良くなったというか、まあもともと仲良かったんだけど、まあちょっと仲直りして、普通の友達に戻って、まあ未だにこう連絡取ったりとか、ご飯食べ行ったりとか、もうする時もあるぐらい仲いい子なんですけど、だからまあそれがおしらさんの、なんか唯一こう、なんだろう、コミュニティ恋愛。もともと友達から恋人になったパターンの唯一の恋愛だった気がするな。だいたいあとはさ、飲み屋で出会ってとかさ、だからやってから付き合うとかさ、そういうちょっと、まあ言葉はあるんですけど、やってから付き合うみたいなとかさ、まあそういう感じだったんですけど、なんかそういうおしらさんのほやほや時代の元彼の話でした。っていう感じです。おしらさんがね、もう一刻も早く新しい彼氏ができるようにって祈ってくれる人は、チャンネル登録といいねとコメントして、言ってください。はい、ありがとうございました。バイバーイ。おい